最初はことぶき美奈子さん特集。麺類大好きことぶきさんがうどんを作るんだね。こんばんは、ことぶき美奈子です。今回リスアニ TV さんが私の大好きな麺を全面的にフューチャーした特集を組んでくれることになりました。そこで私が手作りで麺を作ってみたいと思います。9月12日に待望のファーストアルバムマイストライドをリリースすることぶき美奈子。声優として、アーティストとして、スフィアのメンバーとして、そして無類の麺好きとして知られる彼女が手打ちうどんに初挑戦。果たして美味しいうどんはできるのか。今回ご協力いただく、そしてお教えいただく先生をお呼びしたいと思います。料理研究家の高橋由美先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは材料を用意。 2,3 人前でご覧の分量。シンプル、すごい。でまず、塩を、はい、水の中に入れて、はい、溶かしていただけますか。はい、入れます。はい、溶かして、はい、おお、なんか案外簡単なのかしら。始まりはいい感じな気がするんですけど。塩を溶かした水を全体に行き渡るようにかけながら粉をまとめていきます。ポロ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 、なんだろう、粉内でまず、あ、かき混ぜるみたいな、そんな感じですね。うわ、何これ、もちもちしてる。わあ、なんか童心に帰れますね。そしたらもう押し付けちゃっていいです。粉のところに目がけて全部一体化になるように。一体化、一体化。中に押し込んで、はい、簡単、押し込んで、はあ、料理してるっていう気分になります。お家でもやっぱり先生は料理いっぱいするんですか。そうですね、やっぱ研究するんですか。しますよ。ちなみにうちの母の18番は煮込みハンバーグです。父が美味しいって言ったら毎日それを作り続けたらしくて、新婚当初。とぶきさんの得意料理、野菜炒めと焼きそばです。男料理です。ある程度生地がまとまったら、くっつかないように打ち粉をしてさらに強くこねていきます。ここでちょっとギュッとギュッと、あ、こういう感じで両手でいける。両手でこねが大切なので、でやってみましょう。はい、はい、あ、こっちからこう持っていく感じの、そうすると力が入るでしょ。本当だ、さっきのボールの中でやってるより全然こうギュッて体重がのしかかりますね。いいですね。あ、そして今こねればこねるほどコシが出てきますので、合体してっているということですね。はい、次はもうちょっとコシを出したいので、はいはい、あることをしてもらいます。あること、あること、もっとコシを出すためにこれを踏んでいただきます、はい、よくテレビで見るやつですか。そうです。早速やってみましょう。はい、キッチンの横に場所を移して、ことぶき美奈子、足を使った麺打ちに初挑戦。いきます。はい、よし、この上にいきます。ウィー、気持ちいい。なんかこんな感じで、そうですね、合ってるのですか。これのコツとかってあるんですか。コツとか、まんべんなく、あ、まんべんなく全体に、はい、全体を踏めるように、私踏んでいる、はい、麺が伸びなくなったら再び丸くまとめて踏み込んでいくという作業を繰り返していきます。ちょっと打ち粉しますね。見せてもらえますか。はい、はい、ちょっと打ち粉します。なんか袋についちゃいますのでね、打ち粉しないと。今日覚えた言葉、打ち粉、打ち粉、打ち粉。よし、ほい、ほい、ほい、
なんか踊ってる気分に。かかとを中心にして。かかとを、はい、中心にしていこう。一番、回ってもいいですよ、うん。一番体重のかかるかかとを中心にしていく。はい、また丸めて。よし、よし、よし。きっとここで私のアルバムの曲が流れていると信じています。今回のうどん作りでは4回繰り返したところで作業終了。はい。して、投げそしてちょっとここであっ手でなじませる感じ で、この子を今度どうするかというと、はい、この子を寝かせます。お。だからお布団と枕を用意してもらいます。手探りのまま、ことぶき製麺のうどん作りは続行中。次回、ついにうどんが完成。果たしてどんなうどんに仕上がるのか。さらに、ファーストアルバムマイストライドに対するインタビューもお届け。お見逃しなく。今までの安定したこうロック感と新しいちょっとダンスナンバーだったりバラードだったりを、そういう意味では新しい私を入れられたかなと思います。リスアニ TV